1月28日土曜日、牧野スキー場で高島牧野ウィンターフェスティバル2012が行われました。ステージではジェラート早食い競争が行われ、冷たく頬を刺す風が吹く中、参加者は震えながらジェラートを頬張っていました。またゲレンデでは子供たちが着ぐるみの動物たちと勝負する雪上綱引き大会が行われ、子供たちが綱を引き切ると応援する家族などから歓声が上がっていました。他にも雪だるまコンテストや雪上バナナボート、魚釣りやスノーシュー体験、ふるさとバザールなどが行われ、好天に恵まれたこの日、家族連れなどが遊んで食べて参加して冬の牧野を満喫しました。